27歳の頃どうでしたかというお話を27歳か、まあ、我々的には約10年前ですか、はい、うん、まあ、差し支えなきゃ、まあまあ林さんは俺はあと今38なんで、そうですよね、うん、11年前ですかね、うん、ってことですね、うんうんうん、何やってました？でも俺本当にまだ僕遅咲きなんで、やっとこそ食えたかな、食えるようになったかなっていうぐらいの年代です。27って言ったらもうずっとなんかカラオケ屋さんでバイトやってて、多分 3,4 年ぐらいずっとやってたんですけど、そこのカラオケ屋さんのバイトやっては声優の仕事やって、でそれでもやっぱりそんなに仕事多くなかったから、ずっとあのカラオケの採点の研究してました。どうやったら点数が取れるのか。そうそう、マイクとかマイマイクとか買い始めて、あの線でつないであの機械になんか刺して、そうした方がなんか高得点が出るというのを調べて、そうなの、そう、マイマイクがいいんですか。マイマイクの方が、あれ電池の残量が結構ね、大事で、そう、電池の残量がもう本当に少ない状態で歌ったりすると、どんだけ頑張っても高得点出ない、マイク取りが悪いってことか。そう、そうそうそう、まあいろいろ他にもコツがあるんだけど、それを知ってからなんかそのジャック付きのねマイクを買ったりとかして、ワイヤレスじゃなくて、そう、もう有線の方がいいと。そう、はー、声優の勉強とか歌の練習とかしときゃいいのに、ずっともうなんかカラオケの採点の練習してた。でもそれが結果としてね、うん、歌唱力というか、うん、そうそう、まあ、ところには直結してるんですか。そうだね、正確性はちょっと高くなるかもしれない、うんうんうん、確かに、こうやったらこういう声出るとか、こういう音が出るっていうのもそこで研究できるわけですね。あ、そう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 、お二人はどうなんですか、10年前27歳か。そう、 27?10? もうさ、うん、昨日の晩飯すら思い出せない人に10年前の話を聞くなって話なんだよ。26歳、27歳何してたって。でも私、うん、明確に覚えてるのが、うん、27歳の時私プリキュアだったんですよ。おお、マジか。世界を救ってました。そっか、はい、すげえな、もう27でプリキュアか。27歳は世界を救った年です。そっか、はい、俺多分デュラララで、うん、池袋を根城にした後直後だったんだ。根城にした瞬間そう、うん、直後で